AI による画像生成を学ぼう。VAE、n 今回はセクション4になります。それではまずセクション4の概要から始めていきます。前回は VAE の実装を行いましたね。えー、続きまして今回ですけど、GAN、えー、の実装を行います。コードを書きながら癌、えー、とあと DC n を実装していきます。今回の内容はこちらの通りになります。 まずはセクション4の概要ですね。そして次に癌の仕組みを解説します。そして仕組みを踏まえた上で癌の実装に入ります。対等値を使って癌を実装していきますね。そして次、ADC 癌の仕組みですね。d c 癌では畳み込みニューラルネットワークの仕組みを取り入れているんですね。なのでそのあたりについて詳しく解説したいと思います。 そして、その上で最後に DC ガンを実装するという流れになります。このような流れで講義の方を行っていきますね。はい。それでは今回使用する教材の方を紹介します。まずはいつもの Python の基礎ですね。Python Basic というフォルダに Python の基礎を解説するノートブックが入ってますので、Python に自信がない方はこちらの方で予習しておいてください。 そして、今日の教材、セクション4の教材ですけど、こちらですね。GAN というノートブックと DC ガンというノートブックがあります。この2つになります。ちょっと見ていきましょう。こちらですね。こちらのイメージジェネレーションというレポジトリです。この中のセクション4ですね。セクション4の GAN および DC ガンというノートブックがありまして、 で、それぞれ Google コラボラトリーで開くことができます。ガンの方を開いてみると、こんな感じですね。オープンインコラボのボタンをクリックして、Google コラボラトリーのノートブックを開くことができます。はい。それでは教材の紹介は以上になります。次に行きましょう。